一番最初で、えっと、占い師で5番さんが白でした。占い師で5番さんが白でした。<白>まあ、よかったっていうのも、そのなんていうんですかね。えっと、前の僕より前の人に白が出てたんで、まあ、前の人の発言に白打ったら、なんかちょっとなん,なんていうんですかね、真の占い師になんか白かぶったら破綻気味みたいな言われるの嫌だったんで、まあ、一番最初でよかったみたいな感じですね。で、占い師で5番さん白でした。まあ、そうですね。うーんと。 もし太鼓が出てきたらオカミで見ようかなみたいな感じですかね。えー、っと、うん、あとは何だろう。2になったら僕はまあ例の釣り切りたいっていうのが正直なところですかね。うんまあそんなとこですかね。あとはまあ初日からちょっとすいません追加して。あと、えー、っと、黒見つけるのが僕の仕事であると思うんですけど村の皆さんに信じられるような発言とか占い理由とかを持ってえー、っとまあ村を導きたいなっていうふうに思ってます。よろしくお願いします。8番さんどうぞ。 8番のプレイヤーは発言してくださいはい村人陣営でした7番さんはまあ結構新っぽいかなと思ったちょっと水やりみたいになっちゃうんだけどなんか良かった最初でっていうのがさ結構ポロっと出た発言だったんだよね7号ローロだったらさ、うん、別に順番とかあんま関係ないと思うしうーんなんか特に言うことないけど7番さんは結構新っぽく見えたなと思ってます 進行論としてはスムラの何ていうかな役ムーブ仮ムーブとかはやめてほしいですねなんか役っぽいちょっとうまくできない,いやできないけど役っぽいムーブしてたらその人噛まれて後々出てきたシンカリが怪しまれるみたいなことになっちゃうので、まあ、これ以降のハラはやめていただいてあと占いの精査霊能よりも占いの精査大事にしていってほしいなと思ってます9番のプレイヤーは発言してください はいあの霊能 C をします、うん、そうですねまあ7番さん占い師ということで5番に白が把握しました8番さんが、えー、7番さんが新っぽいなっていうちょっと話をしとったんですけど、うん、まあわしも8番さんがそう言うんじゃったらまあ確かにそうはまあ村上さみたいまあファミリーレストランとかでようあのなんて言うんですか これはがんに効きます水をうっとる人みたいななんかその話を信用しやすい人なんかなって番さんはんかちょっとこう <laughs> 村っぽいな一般ピーポーっぽいなっていうちょっと感じは、えー、と今のところを見受けられているいう感じですね <laughs> 正直ごめんなさい今のところ78不自然な発言なし、えー、2週目、えー、もうちょっと考説、えー、いきたいと思います例のうし頑張ります以上です一番のプレイヤーは発言してください はい。この村は、なんか、占いと霊能がね、なんか出なきゃいけない村っていうことで、結構、なんか初めてやりましたね。潜伏なしみたいな。うん。うん。ってところで。えっ、ー、と、7が占い師でゴンにしろ。うん。8番は、発言的に7番は神明っぽい。うん。俺も、どうだろうね。そこまで神とは言えないけど、発言的には黒いお世なかったのかなっていう、その、発言で、ね、ポロとってたのもやるし、村を導きたいって言ってたところは、この人が神だったら、 そこなんか9番さんはなんか8番に突っかかっていてなんかファミレスとかようわかんこと言ってて結局何怪しんでんのかんそれ村っぽい一般ピンポだと思ってるのかそのよくわかんないその発言やめてほしいな。<laughs> それにじゃあそれだから村と思うでいいと思うんだけど、うん、それなんかどうでもいい話はいらないかなと思うし、うん、でこの村には釣り位置理由付きで2つぐらいあげてほしいかな。無理でもちゃんと発言伸ばして頑張ってほしい 2>, 2番 のプレイヤーは発言してくださいはい霊能 CO です霊能でした二番霊能ですはいということで七番さんから始まってで対抗九番さんなんですけど、まあ、今のところ歴ギュ的には強人かなって思っています、うん、狼っぽいような発言も別になかったし そうですね。で、8番さん、んー、8番さん結構素直な意見だったんじゃないですか印象はいいですけど、色じゃないですね。7番さんの、確かに僕も思ったんですよね。7番その一番最初で良かったっていうやつ。で、ちゃんと理由もしっかりしてたんですよね、それが。なんで、別になんか変な発言はしてなかったかなと思います。うん、で、1番さんは、なんかそこまで真とは思わないけど、 なんか心っぽいし心強いんだなって言ってうん,んか <laughs> ちょっと発言がふわふわしてるかなと思ったけど9番に結構突っかかってたんでけど別に9番強人だったら突っかかれると思うんでああ1一番狼はまああるっちゃあるのかなと思った3番のプレイヤーは発言してくださいはい、えー、よろしくお願いいたしますえー、っと2番さんはじゃあ1番さんを狼で見てるってことなのかなうん 結局分かんないってことなのかな、えー、正直、俺も、えー、っと92の精査は正直分からないです、えー。81精査も今のところ分からないですね。これが正直な感想かな。うーんで7番さん、えー、っとこの後、えーっと、占い師がまあ出るかどうか分かんないので、7番さんに関して、えーっと、白っぽさも黒っぽさも俺は拾えなかったんだけど、えー、7番さんを、えーっと シンぽいって言った人はどこでシンぽいって思えたのかなと思った。発言力が強いとかね、えー、そういうのはあるのかもしれないけど、それがシンとか、えー、白とか黒とかにはならないと俺は思っています。えー、っと、2週目番組が決まってからまたお話し,します。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営です。仕様特にございます。 えー、5番さんと6番さんに出てこなかったら、この村潜伏なしなんで、7番さん確定ということで。うん、はい、えー。自分は9番さん、2番さんの精査は、うん、2番さんの方が良い,いかなと思っております。ちゃんと精査つけてないけどね。うん、2番さん、は1番さんが9番さんを叩いてるっていうのが、まあ、狼でもあり得るかな狂人が出てる可能性が高いから、うん、納得しました。9番さんのファ,ファミリーレストランやったかな。ごめんなさい。それは、 僕もあんまぼーっと聞いてたというか流し聞きやったんであんま入ってこなかったです。で、3番さん気になったかなえとけな1番さんと8番さんの精査があまりしてなくて7番さんの新名をどこどう新名で見てたのかっていう発言やったと思うんですけど1番さんって言ってなかったっけ ?7 番さんが っっ村を勝ちに導くような発言をしてたから自分は新名に見えたって確か接待ような気がする。なんか間違ってたことになる 1>、うん。1番さんと発言拾った部分も似てたし、1番さん僕白いなと思ったよね、うん。8番さんは正直2人目だからわかんない。で、自分7番さんともう一つ新名拾ったねってけな。えっと、あ、そうそう、占い師、釣り切りって言ったよね、うん。対抗人狼で出てくることが多いことから、うん、自分で釣りに行く人狼ってなかなかおらんと思うし、うん 太鼓で人狼で見てるからこそ一人狼落としたいって七番さんの意思が感じられた気がするこれがもう何だっけ、ローロー新郎新郎やったらうんわかんないけどね自分はそう拾った以上五番のプレイヤーは発言してくださいはいしおりません七番さんから始まって、えー、最初でよかったっていうのがすごく新っぽいなと思いました 8番さんに関してはその要素を拾っていましたがすり寄りみたいになっちゃうと保険をかけたのはなぜでしょうすり寄りという言葉が出た理由を教えてほしいですねすごく狼視点だなと思いましたすり寄りというワードがそれが9番さんは7番さんと8番さんをどう思ってるのか改めて教えてください、えー、全く視点が見えませんでした1番さんに関しては、えー、釣り位置を2人上げてほしいということだったのでしっかり、えー、私は上げていきます私は3番さんと8番さんを釣り位置に上げます 3番さ,さんについては後で触れます。1番さん自身も釣り位置を2人挙げてほしいですねで。それから白い位置もぜひ教えてください。2番さんに関しては、えー、っと、1番さんの発言はふわふわと言っていましたが、どのあたりがふわふわだったのか教えてください。1番さんは何人で見てるのか教えてください。3番さんに関しては、えー、どこにも、どこにも何にも情報を落としていませんでしたね。えー、8番さんは7番さんが、えー、っと、なんだっけ。 最初で良かったというのが新要素だと言っていました。1番さんは7番さんが新だったらすごく心強いっていう感じがしたのでちょっと新っぽいという話をしていました。話を聞いているのでしょうか。3番さんは、えー、それを思い出した上でどう思ったのか教えてください。そして7番さんのことを、えー、どう思ってるのか教えてください。2級についてもどう思ってるのか教えてください。うん。あまりにも情報が落ちなさすぎますね、3番さんに関しては。 4番さんに関しては、えー、7番さんが売れない釣り切りと言っていたので新ぽいと言ってましたが、どこが新ぽいのでしょうか、うん、新そこが新ぽい要素とは私は思いませんでしたけどね、うん。釣り切りで得をするのは狼の方だと思いますが、そこはどう思いますか私は要素は拾っておりません。釣りっちは38。29に関しては9の方がちょっと視点がもうちょっと欲しいかなっていうところですね。2しめしかり話します。6番。 のプレイヤーは7番さんは新確定でございますいで現状僕は9二は真強だと見ているので今日はグレーを詰めていいんじゃないでしょうかうと僕は思っておりますで現状でうんと9一に関してあ8一に関しては色落ちがないです正直分かりませんただ3四今日の釣りっちゃ自分的には3四だと思ってます4八ではなくて僕は3四かなと思ったんだけど3番さんに関してはんと今5番さんも触れた通りに、うん まあ基本的には分からない分からないだったから2周目に期待をしていきたいと思うただ7をしんぽいと言った人は理由が分からないそれなりに8番1番なりに理由は説明していたと思いますで4番に関して4番さんは1が白いと思ったんだよね 1>, で1は新名を拾っと7についての新名が村を導くだかどうかで、新名を拾っていたって言ったけど、8番さんは8番さんなりに7の新要素っていうのを挙げてたのに、なんで8、1が白くならないんだろうっていうところがちょっと矛盾かなと思ったんで、3、4つりたいです、以上です。 7番のプレイヤーは発言してください。はいはい、新確定ですか。じゃあ今日グレー詰めましょうか。えっと、霊能が新郎か新居かわからないんですけども、僕の占い値を狭めたいんで、えっと、狩人を出して、えっと、グレーを詰めたいです。えっと、5番さんが狩人でもああ、ありがとうございます。8番さんが狩人ですね。まあ今、5番さんが狩人でも出てほしいと思ったのは、えっと、5番さんが狩人であれば、えっと、 狂人ではないってことがまあまあまあ分かるからっていうことですかね。まあ、八番さん借りと了解しました。<laughs> あとでつけますわ。で、えっと、僕が気になったのは3と4かな。3番さんは、えっと、にえー、5番さんも言ってた通り、分からない分からない。で、えー、そういう意見かもしれないけど、村であったらどん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 そのなんていう色を落としていくのが、えー、いいと思うよ。うん。うん狼は色を落としたくないと思うからね。その狼を、その狼に見えた。 3番さんはあと4番さんで1個気になった発言えって、と、何だっけえー、っと3が気になるって言った発言良かったんだけども占い釣り切りと俺は言ってないんだよねうん霊能釣り切りって言ったつもりなんだけど占い釣り切りって言ってたら申し訳ない俺は霊能が2人出たら2人になったら釣り切りたいっていう風に言った霊能の方を釣り切りたいって言ったえー、っとね今日はねグレー詰めてえー、っと白っぽいところ僕は占おうかなと思ってるうーん 2級が信教か進路かまだ正直分かってないかなえっと6番さんはまあ出てないからオオカミっていう断定はしきれないけども盤面的には白いかな白いかなっていうふうに思ってるあと5番さんの教授もないと思ってるかなえっとグレーの精査が良かったと思ってる、うん、俺は今のところ3か4から入れたいなっていうふうに思ってる以上です8番のプレイヤーは発言してくださいはい狩人でした で7番さんを護衛して死にますと。あで9番さんはちょっとこれだけ面白かったそうなんかよく言われるめっちゃ騙されやすそう詐欺にかかりそうみたい。な <laughs> で今日釣りたい3番さんはあんまり釣りたくないかな平和村になったってことはさ人狼潜伏決め込んでるからさ結構7番さんに釣り寄っていくと思うんだよね。確かに3番さんはさなんかあんま情報落とさなかったけど2周目次第じゃないかな。 人狼が潜伏するんだったらもっとがっつり7番さんにすり寄っていくと思ったからあんまり人狼って感じはせんかったかなそれだったら4番さんかな4番さんめちゃめちゃ7人私が言うのもあれだけど結構すり寄ってたから4番さんは6もわかんないかな6番さん目線平和村確定してるんだからさ狩人出して6番さんってグレー詰目までわかってたのになぜ狩人を出すっていうことをしなかったんだろうっていうのは引っかかった 盤面的に6が白いってことはないかなみんな7、新名、新目って言ってたから怖くて出れなかった人狼もあると思うし。あー、3番さんはあんま人狼っぽくないと思ってて、引っかかったのはいつかななんか、1番さんってさ、うーん、うん、なんか、例のローラじゃない、かったんだよね。普通さ、2、2人形になってさ、今日は例のローラですねってなると思うのに、1番さんってさ、なんか、 グレーツリーって分かったっていうかツリー12個あげてくださいねみたいなこと言ってたからさうーん1人狼あるんじゃないかなってちょっと思ってる1音が濃いのかなうん1番さんは怪しいなって思ってます9番のプレイヤーは発言してください、うん、そうですねまあ2番さんに関してはおそらく強靭なんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったんだけどちょっとねそこの精査が 狼もあるんかなおかしいですね。で、えー、っと、グレー,うーん、グレーでいくと、わしはね、やっぱね、6番に行きたい。3番ってそんなに、3、4ってそんな怪しいかなって、ちょっと思ったんだけど、うーん、なんか6番の位置で、まあ8番さんも言っとったけど、狩人を出させんとか、なんかあえてそういう、なんて言うんだろう。 7番さんでもう平和村にして自分がスリーチ感逃れるみたいなことをしたんじゃないかなっていうふうにはちょっと思ったね。6番さんに関してはちょっと臭いかなってちょっと思ったよね、うん。発言も結構割と無難じゃなっていうのが正直あってて、うん、ちょっと6行きたいなって感じかな。うん、3、4確かになって感じかな。うん、でもやっぱ6かな。 一番さんに関しても、な一と三と四って、まあ、差して、そんなに差がないけど、なんか、六のやっぱりそこの位置で出てこんかったっていうのがごめんなさいね。ちょっと発言じゃないところで、まあ、正直、一番白いなって思ってるのが、もうその、なんて言うんですか、五番さんしかおらんくて、考察ちゃんとピシー言うとるのが、ちょっと難しいですね。正直、うわあ、六でいいんじゃないかな。 で、ちょっとわしは6に行きたいなーっていう風にちょっと思っとります。で、6の色を見て、6色出たら嬉しいって、ちょっとほんまに本気で思っております。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。うーんと、2級だったら2の方が死んでみてるかな。うーん、9番に関しては6ずりうーん。 ちょっと理由薄いかな。俺はカリュウと出たんで一本釣りしてさせてもらいます。3ですね。うん、4は、えっ、ー、と、7の精査に対して、えっ、ー、と、間違っていたが、えー、7が新っぽいってはっきり発言したし、4番がローで初日から一番白っぽいっていうのは、ね、これ俺を白置きしてるでしょ後で自分の首締めてることになるんで、3、4だったら圧倒的に3かな。うんで、3番釣りたい理由は、もう他の人も上げてた理由と全く同じなんで。 うんで、えっ、ー、と、7番に関してはさ、急によ、心境で追ってるのか、心労で追ってるのか、はっきり言ってさ、老二2人パパって言いなよ。うん。でもっと導くんだろうん。1番さんかな、釣り1。1番さん釣りたいかな。1番さんっていうのは、えっと、5番さんに言われたから言うけど、そのふわふわってしてるのは、 なんかその8番さんと一緒でそのなんだっけ一番最初良かったって発言が「しんっぽい」って話だけどそこまで「しん」とは思わないけど「しんなら心強いな」っていうのがなんかそのすり寄り切れてないすり寄りに思えたんだよね。<laughs> んかこうなんていうのすり寄るけどそこまですり寄ると臭いからちょっとすり寄らないみたいな。で1番さんっていうのは8番。 でそこまで触れずに9番だけガンガンに突っ込んでたでしょ。でそれがなんかちょっと普通にもう例のなって強心、心境だから基本のレギュラー。だから9番さんにガンガン行って自分の白アピールをしてた。なで6番に触れなかったんですかね、番さん。思えなかったけどな。で、2週目の発言でも、うん、3一本釣り。別にいいんだけど、うーん。 そうだなぁ。7番さんに突っかかる意味もちょっとよくわかんないしね。1番さんがこの時点で。だったらもうちょっと他のところに触れてほしいけどな。6とか4とか。触れてほしいけどな。で、急には2の方が死んで見てるんでしょじゃ9番さんは強靭で見てるってことなんかそういう精査がないのにもかかわらず、7番最後、7番なんか時間を使って7番さんを叩きに行くって行為が無駄だと思っている。1>, 1番さんかな俺は。 1> うん、白1。白1難しいな。割と3、4も時点で結構黒いかなと思ってるけど、1、3はないかな、うんまあ、露骨なライン切りって思うけど、1、3で狼やったら3も結構占いに対してガンガン攻めてるから、1、3はないかな ?3 番のプレイヤーは発言してください。はいえー、よろしくお願いします。えー、っと、9番さん2番さんともにどうかなと思ってるけど、釣り1は圧倒的に、えー、っと3、4だと思っている。 1番さんに関して、1番さんは7番さんに最後喧嘩売ってるんだよね。これ、平和村ですよ。平和村で7番さんに喧嘩売るって、オオカミだったら絶対できないでしょ。そういったところから、2番さんの生産もおかしいと思っている。で、9番さんは6番さんを釣ろうと思ってるけども、なぜ6番さんなの ?6 番さんって、ローはあるかもしれないけど、今日は俺はないと思っている。6番さんの位置ね。 うんだから、えー、7番さんは6番さんを、えー、白いところを占うっていうんであれば6番さんを占うべきだと思う。えー、6番さんは興味がないから。強人で、えー、一番最後で出てこない意味がわからない。だから6番さんを占うべきだと俺は思っている。うんで、えーと、急に共にそうなんだけど、いいどう考えても次は3、4で上がっていたところを共にずらしてきてるんだよね。うーんだからね、両方とも俺にはね、強人にしか見えないんだよね。 うん釣り1は俺は4かなうん4。4でいきます。えー、っと、9, に関しては強人強靭で置いてます。オオカミが分かっていない、もしくは、えー、っと3、4、ローだと思って、えー、っと1、6に、えー、っと釣りを誘導しにかかった。そんな感じかな。う ちょっと今のところはないかな。えー、4番さん、四番さんは、えー、と7番さんのことを死んでおくと言っていたが、死んでおく理由が、えー、っと、俺は不当だと思う。で、8番さん、1番さんが、えー、と死んでおくと言った理由は、俺はそれでは死んではおけないと思ってる。五番さんに聞かれたけどね、俺はそれでは死んでおける要素ではない。印象がいい程度ならいいけど、死んでおける要素ではないと思っている。以上4番のプレイヤーは発言してください。 発言します。まあみんなから黒く見られてるんですけど、まず5番さんかな。何て言け、奈の新沖の理由の、何て言け、朗ロ何て言け、えっ、ー、と、占い師と、僕が言った発言ね、占い師と狼に見てて、狼やったら、釣り切って、釣り切ってっていう発言しないって言ったところに、いや、5番さんは違くないっていう発言だったんですけど、まあそれはもう、意見の相違かな、とだけ。 変身しておきます。で、6番さんかななんで8番さんを白置きしないのって言われたんですけど、んと思って。いや別に8番さん2周目やからちゃんと言っちゃ、え2人目やからってちゃんと言ったくないと思って、うん、別に2周目聞けばいいしと思って、うん。で、8番さん借りるやったし。で、1番さん相変わらず白いかなと思ってる。なんでか理由、1番さんってわざわざ7番さん戦んでいないのに叩いとったよね。だって、シーン確定しとんのよね。ほんでやったっけな、って言うの ?9 番3に殴られてじゃあ2番さんに殴られてたんかな例の どっちか、神教か神童か分かんないけど、神教やった場合って、うん、わざわざ殴りにくるえー、じゃあ、え、信童か、やった場合って、占い師ってなかなか殴らへんと思うよね。で、じゃあ、霊能師ってわざわざ一番ん殴らへんと思うよね、単純に。と思って。で、強人やった場合もわざわざ殴るかなって思ったのね。うん、まあ、二番差を強人置きした理由はそこ。で、九番さんは別に強人置き、神置き分かんないけど、六番さん釣り置っていうのが、 まあ別にずらした強陣とも取れるけどまあ納得かなとも思った、うん、僕への殴りがうんーと思っただけやからで3番さんは圧倒的釣り位置これは変わらないよね、うんまあ、4番さん釣り位置っていうアンパイを入れてきたところから3番さん黒かたいんではないかなとも思っておる以上5番のプレイヤーは発言してくださいまず134番さんはなぜ今日グレー詰めと言っているのにもかかわらず2と9の精査をしてるんですか そんな時間があるんだったらグレーの精査しませんか ?7 番さんに言っときます。一番白い、白っぽいところを占わないでください。もう黒を狙ってください。一回しか占えないんで。今日8紙の7編になるんで、あの、白っぽいとこじゃなくて、もう黒いところをもうズバッと言ってください。白アッパーか、あの、結果論でいいんで。後、う、々、ん、あとあと結果的に黒っぽかったけど白だったね。だから詰めていこうって感じでいいんで。めちゃくちゃ黒いところを占ってください。今日どうすっかねー。 1>, 1番さんに関してはえっ、ー、となぜ人気の精査してるんだって感じだしなぜ7に付くかってんだって感じだしでなぜグレーの中に6が入ってないんだって話なんですよね3と4ならってなんで2択なんですか1番さんはその理由を明日教えてください生きてたら3番さんに関しては考察はなかったと思ってますうん延長してまで話してましたがええー、一つも拾える要素は ありませんでした。なぜ4番さんを釣りに上げたんですか釣り置は3、4って言ってなぜ4なんですか理由が全くないですよね。4番さんに関してもな、2、9の精査してるのがよくわからない。うん。まあ、ただ1は白い。うーん。黒いち言はないんですか皆さん。<laughs> 今日グレー詰めするんですよ。なぜ2と9の話して白い置を言ってるんですかここ釣りたいっていうところ言わないと。っていう点ではまだ、 まだ1番さんの方がまだ良かったかな。まあ、今日は3番さん釣りましょうかね。ちょっと視点が見えなさすぎる。し、残しておくと厄介だと思うから。6番さんに関してはカリードを出さなかった理由を教えてください。それから4番さんは1番さんのこと白いって言ってましたかね。あ、でも相変わらず白いって言ってたか、ら今日は。あん、ま、そんな感じしなかったけどな。うん。なんか雑だなと思いましたけどね。6番さんと4番さん。8は白いって言わなかったからか。6番。 のプレイヤーは、そを出さなかった理由っていうのは基本的に狩人度の話は占い師がすればいいかなって思ってるただそれだけです、はい、ちなみに自分が狼であれば狩りの準備をするっていうか狩り語りとかも含めてね匂わせますよ普通にね うんいや僕普通にね14かなって思っちゃったんだけどね黒いなって思ったのは1番3は6に全く触れないところで16ラインをうんと作ってきたなっていう風に感じたし3番3は正直全く色が見えないから怖い位置ではあるけど例えば今日3番を釣ってまあ仮にえ急に両方から白が出た場合普通に14で終わりだと思ってます。てか自分目線134釣り切りで勝ちなんですよね。で4番3も4番3で何だろう自己弁明スタートしてて。 何、うん、だっけ8については2周目を聞いてからでいいと思ったって言ったけどそれだったら1番さんも2周目聞いてからじゃない結局1も8も7の新要素っていうのが薄かったのになんでそこで4が1だけ白く置いたのかっていうのが疑問なんですけど3つって一入らないでいいんじゃないそれだったらで白出たら4つりでって言えばいいんじゃないかな6番さんは。 投票を始めてください違う私じゃありません何かの間違いですまだ残すといけないでしょう。 3番のプレイヤーは発言してください。はい、えー、っと、そうですね。まあ、ダメ出しされましたね。って感じかな。正直、俺、村だから、わかんないんもうわかんないんだよね。そこを突っ込まれちゃってもな、うん、三陣もあるよなう,う,う,に思う。まあ、頭のいい人はね、これこれ、こういうわけでこうなんだろうって突っ込めるのかもしれないけどね、わかんないもんはわかんない。 それをね、村要素として拾ってほしかったな、うん。逆に見えすぎてる方が俺はおかしいとは思うけどね。かなり情報を知てたと思いますけどね。えーうん、今日は、えー、4番さん言ってください。えー、俺は釣ら,られたくありません。えー、っと、<laughs> 7番さんを釣ら3釣ればいいしょ、強人でも。あれだったら、えー、4番さんを釣れば。 ってことは、えー、俺の白はそこで証明されるわけだから、4番さんが、えー、との色を9番2番が見るわけだから、それでいいと思ってる。<laughs> 別に考察もそこまで必要じゃないと思っています。えー、今日は4番さんをつってください。で、7番さんは俺を占えばいいと思う。それで、えー、結果は出る。うわ、強じいくせえ。うーん。で、えー、と俺は心境で、えー、と置いてるので、えー、9番2番を、えー。そうなると、 うん、4番が、えー、白だった場合、あ、じゃあ、俺を占って白だった場合、えー、61を釣、えー、り切れば終わりな話。そんなに、えー、と意気込んでグレー交差をする必要もないと思っているこの番目。えー、っと、どうなんでしょうグレー交差をすり必要もっている方々は、9人をローで追っているんでしょうかそれだけ言っときます以上。4番のプレイヤーは発言してください。 はい、今日はもう当然3番さん釣っていただきます。ね、これはもうわからないと一点張りされてる3番さんは黒いと思ってます。で、ねってっうけな5番さんに言われた。3番さん釣りちゃんと、でねってけ三3番さん釣りをしてたみたいな。いや、ちゃんと俺3番さんって言ってんけど最後の発言で思った。うん、ごめん、5番さん叩いてごめん。でも最初お聞きしてる。それい気して、4番、6番さん、俺ほんま4番さんか、3番さん 4? じゃ六6番さんか。3番さん6番さんやと思ってる。うん。理由ね、 俺納得できへんね六6番さん叩きが。言ったくない。2人目の位置やって、発言、てかその、白起きした1番だけ白起きして8番先白起きしなかった理由やろ。1番さんの発言を拾った上で、そこが視点に似てるから白ってそこまで俺ちゃんと1周目で言ったけどね。うん。で、4番、なんか6番さ、えー、番さ番か、6番さんか。ごめん、あの5番さんに白起きのやつ入れてるから見えへんかった。うん。あの、 自己弁明って、いや、6番さんも借りる出さへんかった時の自己弁明自分で言ってるやんって。だから、その殴りが全く納得できへんのよね。あぐら書いてるとしか思えへん,、うん。6番さんとよ3番さんで終わりだと思ってる自分は。うん。全部言ったよね。俺、お,おかしいんかな。ごめん、ほんまに。それだけ俺は納得いかないかな。うん。発言まで拾って、そういうところが白いって言ったんよ。1週目、1番さんの。うん。で、7番さんへの 精さん、間違ってたか知らんけど、なんか言い方とかいろいろ。うん。で、自己弁明やったって言われたけど、で、6番さんも自己弁明から入ってたよねと思ったし。うん。かな、ここ2人黒固いと思ってます。以上。投票を始めてください。違う私じゃありません。いいね、何かの間違いです。 白っぽいところを占って言ってたけど、白い人いないね。これはしょうがないかな。えー、これは9番さん、強人でしょう。うで、えーっと、4番さんが黒で、えー、相方1でまた9の精査してんだ。 相方位置は1か6しかいないまあ、4は黒でしょうまあ、えー、7番さん4番さん占えないいいと思いますよ普通にで、9番さん2番さん俺は白が出ますからね多分これは無駄な、えー、結果が出ると思います以上夜が来ました目を閉じてください 4黒の相方一、相方一は1六相方一は1六んか例のやっぱ強靭塗りしたい感じがすごい伝わってきますよねこれねすげえ強靭だと思うけどな 朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした。弁か。2番のプレイヤーは発言してください。3黒ね、3黒。えっ、ー、と、3番黒だと思ったり、6白か、じゃあ13かな。うん、じゃあ13かな。3黒だと思った理由は。<coughs> えっと、昨日の発言で、えっ、ー、と、なんだっけ、7は俺を占えばいいんじゃないって言ったんだけど、俺36かなと思ってて、31か。ね、こ<れ>自分がもう釣り位置に入っていることから、初日で釣り位置に入っていることから、もう遅かれ早かれ釣られる、もしくは占われると思っていた。だから、釣り縄が届かなそうなところ、16あたり、16あたりに相方がいるとして、 1>, 裏1、6あたり占われたらもう結構終わりだよね。3番はもう釣られるぐらいの流れであったから。えー、かだから3番は黒だと思って、で、相方を生き残させよう。占われないように指して生き残させようとスタート考察しました、僕は、えー。で、1、3か、1、4か。1、4なら1なんじゃないかな。1番3、3。うん、3一本釣りでしょ。うん、1番なんじゃないかな。 うん、俺一番だと思ってるけどね。四番さんも確かにちょっと、うん、なんか、おかしな発言してたけど。うん。けど一応釣り切りで終わりだよね。九番は狂人で。うん。一番で終わりと思っているけどな。昨日僕が発言した内容で一番さんもどもと黒いと思っていて。三、まあ、番さんの方が黒かったから三番に投票したんだけど。 まあ1番さんは思いっきりの強いライン切りだったんじゃないかなって思っている、まあ、4番さんも同様なんだけど1番さんの方が黒要素を僕は拾っていれば一番投票したい4番のプレイヤーは発言してくださいはい発言しますえっ、ー、と6番さん白で3番さんが2番さん黒9番さん白把握しました残、ね、うんでまずもう自分目線方法ってか勝ちなんよね でやっぱり一番三白く見てて、ってことはもう霊能しかいなくて、霊能結果二番三黒、九番三白。ってことは、九番三偽の方が可能性高いんじゃないかなって。九番三昨日六番三投票ってことやろう。う俺そこ白く見ててんけど、六番三白やったってところから、うん、九三やったんちゃうかなって。自分視点一番四番。9, 皆さん視点一番四番。 精査してもらって彼に今日僕が釣られたなら1番さんと9番さんの精査してほしいかなってところぐらい2番さん死んでみてる3番さん黒っていう結果があるからうんでちゃうかったら1番さん釣ったなら4級の精査それでいいと思ってるほぼほぼ勝ちだと思ってます以上5番のプレイヤーは発言してください4番さんさ9番さんのことをオオカミで見るようになったら共振どっか考えないといけなくないですか1番さんのことを白く持ってるんでしょ だったら5から6に狂人がいますよね。そこを言わないんですかこれ2、4じゃね <laughs> ?3 番線めっちゃ狂人臭くなかった。狼には思えなかったけどな。占ったらいいじゃんとかさ。例の結果白出るからみたいな言ってましたよね。で2番さんがそこに安易に黒出してる感じがしたけどな。すげえ狂人臭いと思ったけどね。 で、四3番さんの立ち位置で2級で、あの、例の出たから、潜伏しようと思ったんじゃないなんか、それがすごいすんなりいく,くけどな。で、4番さんは、1番さんのことを白く見てて、狂人とこで見てるわけ。んなんで急、今日急に、9黒って思ったんだろう。3六、2狼で見てたんだよね。なんか2、2四な気がするけどな。どうしようかね。 とりあえずレイロラできるから今日からら今日2番さんが3黒出てるから2番さんから手かければ9番さん目線も3番さん白でしょで2番さん釣れるから2釣って9釣って最終日って感じあ違えわ待てよ1あ待って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 えー、っと3が村だったらできないかそれえー、待てよどうしたらいいんだ えー、2、4。なんかすげえ、うーん、4番さん釣りたくなったけどな、今日の発言で。4行くか。4か2でいいと思うけどな。レノカツなら2から、グレーか行くなら4からでいいと思うけど。7番さんと8番さんちょっと、どこを釣りたいか、しっかり教えてほしいから。6番。 やっぱんら二番3かもしれないですけどやっぱり9番3の投票放棄っていうのもよくわかんないから2級精査をしたらどうしても9の方が2攻めに感じちゃうんですよね謎に6釣り押し1本指定だし今日どうすればいいんだいやどうなんでしょう普通に4つって1つって最終日2級精査じゃダメなんですかねダメなのかな24ローだとしても今日4釣ればいいだけでしょですよね ダメなのかなで9番3目線の4番3の色が分かるで9目線1確定黒になった場合普通に1音釣り切っちゃダメなんですか ?9 強、まあの2進4一どっちかで狼だと思ってますけどどうなんでしょうまあ番3オ足りなくない7番38番3に釣り位置は託したいと思いますけど僕的には普通に2進で見てるのかいいかなとか思ってるんですけど 3、4、2オカミ見えるか ?3、4はないと思うけど1、4を釣り切って、えっと、終わらなかった場合の負け筋っていうのは5、6に強人がいた場合なんですよ。で、今日の発言で5番が一気に強人だなっていうふうに思った理由が2、4はないなって思った理由と5番がさ強人だと思った理由があって、えっと、2、9釣り切りであこれダメだみたいな感じがあったのが、えっと、3番が狼に見えて5番がオカミに見えて番 えー、3番がオオカミに見えて、えー、と2級にオオカミがいるから釣り切ったら負ける強人自分が強人なのにみたいな感じの発言に見えただから超度安定なのは2番行って9番行って最終日14の精査なんだけども俺2番が真圧倒的だと思ってるから、えー、と安定進行で2位のやめませんか ?9 番さんが、えー、と6番さんに行く理由も全く分からないし強人ムーブしたオオカミっていうのも十分捉えられるんですよ えっと、どうですか、8番さん。9番さんのシーンを追えますかえー、っと、うう1番っていうのは、昨日絶対に集まらないけど、どういうシ、えーン ?2 番同票っなればいいやっういう巨人普通考えれば、5番で見てるわけ。巨人ムーブしてる巨人なんですけど、今日の発言から5番が巨人に見えたことと、2番が絶対に真に見えてることと、巨人ムーブしているオオカミが9番なのではないかっていうことから、9番いきませんかダメかな 2番がめっちゃ真に見えるんですよ。うん。で、24でおったら俺5番の視点がわからないから、俺は9に入れ,れようと思ってるから8番さんだけに聞けますわ。まあ29でもいいけど、まあ、2は真だと思ってるからできるだけ釣りたくないんですよ、ね。まあ8番さんだけに聞きます。8番のプレイヤーは発言してくださいうーん4じゃダメなの ?29。 まあ、確かかに2番さんのの方が新名っていうのはわかる人外だったらわざわざ3に黒いや3村だと思ったんだけどさでも2番さんが人外人狼とかだったらわざわざ3に黒って打つ意味なくないじゃあ2番さん釣っとけば安定だね安全だねみたいな感じになってさ2番さんが人狼だったら絶対黒打たんと思うんだよね。で結構9番さん放棄とか強じムーブしてるからさ2・3の9強じゃないかなって思って。 さあえ占いじゃない。霊能新郎でさ、強人潜伏なんてさ、そんなレアな何盤面ならなくない ?5 の京とかない普通に村だと思うけどな。えーと、私は六四郎ってことだから、でも3四人狼だったら、あんなライン切らないかな。霊能はさ最終日でいいのかいわかんない。わかんない。三四村同士はなくないあんのかな。 いや、わからんわ。確かに2番さんが新芽だけどえー、ちょっと、ダメかな。いや、6番さんもさ、4行きたいって言ってたし、呼んでよくない霊能が新郎でさ、狂人潜伏。霊能が新郎で狂人潜伏ないでしょ。霊能、心境じゃないのダメかな。ダメかな、4。1。 ああやだなーこれ7番さん噛まれてさ私残されるやつじゃん5番さん村だと思ってる強人はないでしょ5番さんについてくわ5番さんもさ24ローで追ってるから42飲めるよねだから4番さんってさなんか考察が不自然なんだよね93人ロっていうのも不自然だったしさじゃあ強人どこっていうのもんか今日作った考察って感じ9番のプレイヤーは発言してくださいうーんこれねー 三強人じゃろで24朗朗じゃろうーんこれしかないねーと思うなー一、一、二あるかなー言うてかねうんそうねーうーん,うーんわしも別に4番からいけいいんじゃないかなって思うけど うん、2から行きたいけど、確実に行きたいけど、うん、だけど1、2、まあ1、2もあるか。うん、まあどっちみち、そうだね。まあちょっと安定で行くんじゃったら、やっぱ2で行ってほしいかな、うん。わしは2で行ってほしいな、うん2。2投票で。1番。 のプレイヤーは発言してください,ださいえっと2級ロラしましょうか理由は4番を俺が四番は俺を村置きしてるからですよ、うん、今日はアンテレに行ったら絶対 PP 怒んないし、えー、2級ロラすることによって4目線終わるんですよねじゃ最終盤面もし、えー、14が残った場合4番さん俺のクロース考えといてね4番さんが人外だったらはっきり言っとくよで俺ね2を死んで見てるけど2をぶん殴うね 君、昨日の考察、何言ってんの？一三四同じぐらいで、五が白い、五白もらってんだから当たり前やろ。なグレーのさ、グレーのさ、生産の生とさ、芯もらってベラベラ喋っとんのちゃうぞ、お前なんで、そんなに発言しない。しんどい。うん、で、なんか霊能精査したらあかんとか言ってる人おるけど、この盤面ってほぼ六白打ったらさ、一応ロロしたらさ、心境で追ってる場合、終わる。ほぼ確実に勝ち盤面やんか。霊能精査したらあかんっていう。何。 今日レナでチまツコんちゃん投票を始めてください。あ,ありえんオラじゃないべ。アンブラの2級 2番のプレイヤーが選ばれました。2番のプレイヤーは発言してください。まあ結果1番黒かなと思いましたね。まあ僕5白なんて一言も言ってないんですけどね。5番さんにえっと白1黒1あげろって言われたからっていう発言で間違ってるんじゃないですか1番さんは。 5番さんが白い1黒い1あげろって言ってたけど白1い,いないな134どこも1346どこも黒いなしけど1番が一番黒いかなぐらいしか言ってないんですけどね僕うん<ー> 1>, 1番さんはだから4番さんに対しての投げかけをしていたけど最終日に備えてるんじゃないかな2級ローラーするって言ったけど霊能で詰まってるいや別に霊能で詰まってないんじゃないですか別に霊能詰まってなくて別に冷脳残して1音すればいいんじゃないですか で、5番さんに言われたんですけど、五番さん、7番さんが5番さんに教示名を追ってるから、5番さんにも言うけど、その3安易に黒を出せるから、出した臭いって言ったけど、俺、ちゃんと3に対しての考察落としたよね。5番さん聞いてる ?3 に対しての考察を俺、落として、で、結果黒でしたよって言ってるんだけど、考察なしで黒だったって言うんだったら、まだその問いはわかるけど、3に対しての考察をちゃんと落としてるのにもかかわらず、黒を塗れそうなところに黒を塗ったって言われるのは、すごい不可解ですね。 うーんや,やっぱりうん1、3だと思いますけどね。うん1、3だと思いますね。4番さが狼オカだとわざわざ1番その白って塗らないでしょ。1番さんじゃないですか。1番んでどこともラインを作ろうとしていないし、白置きもしていない。うん1番さんだと思いますよ、僕は。はい。9番さんは強人かなと思っています。 霊のオーロラー僕を押しているところからキュさんは狂人一番さんで終わりだと思っています以上夜が来ました目を閉じてください 嗯嗯、uh 朝が来ました昨夜死んだのは7番8番のプレイヤーは発言してください7番さん結果何だった 多分9番さんは狂人だと思うな9番さんがさ4釣り飲めるみたいな感じのこと言った時おおって思ったんだけどさ結局安牌にりをしたから多分狂人かなーって思ったうーん多分2が死んで3で落ちてるって考えたら3で落ちてるって考えたら相方4はないのかなって思ったかなそうねーあんなうーんさすがに34ロール2番差死んだと思ってるから34ロールはなくて消去法で31陣路なのかなーって思ってる 多分、私、今日噛まれるから、五番さんに任せるわ。一、あ、違うわ、キュッというのが安牌か。一じゃない。いや、昨日、あれだったね。四と一で投票ばらけたのが痛かったね。三、人ロジックで考えると、四の相方はないかなと思ってるから。二、まあ、番さんの考察通り、三、一かなーって、九番のプレイヤーは発言してください。いや。 これは2、4じゃろ ?8 番さん。そして8番さんは5番さんのこと。うん。ちょっと信頼。そうやってやっぱ信頼してからこう騙されることっていうのはあるけね。もしかしたらワンチャン5番さんが人外っていうこともあるよ。6番さんだって人外の可能性はあるよ。それは正直わからん,、うん。3番さんがみんな今、狂人で置いとるけど、わからん。それは。子ばっかりはね、わからん。よくそんなわかるなと思うもん。 全然わしわからん。うーん。じゃけど、まあ、一番さんはわし村じゃと思うな。あんな、あんな怒るあんな怒らんよ。あんなに怒って狼じゃったら、いや、もうないと思う。それはもう、四番さんが狼じゃろ、これは。うん。もう今日はあの、霊能ロラとかやめて、四番さんに票集めよう。そうしましょう。以上です。一番のプレイヤーは発言してください。いや、九番めっちゃシンやな やけどこの発言したら俺疑われるから今日9釣り飲んでくれないうん、4がローだった場合俺が4ぶち倒ったるわから。これうん、でね、この村って結構沼で、じゃあ13ローロー,ローってんの初日の投票結果見てよ。俺って4釣れたよ。13ローローだったら俺が4に投票すれば。その時点で13の LINE ってないんだよ。うん、そこがまずちゃんちゃらおかしいよ。何相方見殺しにして、この3日目で俺疑われなきゃいけないの俺がローで。俺のローってほぼほぼないからね。 初日7番に喧嘩打って、で3投票して相方釣り殺してっていう考察になってんの。みんなの頭どうなってんの ?9 釣って4釣ったら素で終わるから。ただ9番今日めっちゃ死んだと思うから、えー、4、5、6、8は俺に入れれば、えっ、ー、と、9に入れればいい。じゃないうん、1と9は俺は4は4でいくと思うけど。やーべーこいつは9番がめっちゃ死んだと思うよその発言。4番。のプレイヤーは発言してください。 え、全然シーン見れんやろって思ってんけど、一番さん。うん。<laughs> 何を拾って9番さんシーンやと思ったいや、そうなんだよな。うん、9番さんの、うん、えー、ずっと続けてる感じ。うん、9番さん人狼やって、一番さん。一番さん白吹きしてるからこそ言うけど <coughs>、何を拾って9番さん白やと思った真ンやと思った一番さん。うん。俺ずっと9番さんの発言拾って叩いて言ったけど、 俺、これで釣り位ゃ上がってんやんか。まあ、パッションなんか知らんけど、うん、俺も納得できひん。し、5番さんに強人追ってんかったんは、そのようにごめんなさいやけどあの、説明したくない盤面、俺目線3黒で落ちてると思ってる2番さんシーン、9番さんが人狼。で、強人追らんくても、俺目線3九で終わりないよね。うん。やからこそ3九で終わりっつってんけど、で終わらんかったら一応のせいでさって話やねんけど。うん。で、そこではじあえ、ごめんなさい。だから今強靭追わなあかんところ。 5番さんじゃないでも5番さんわざわざ名言せえへんもんなうんと思ってるかな6番さんでもどっちか561におるんやろと思うから1番さんなんじゃないの今の発言はちゃう合ってるくないだって9番さんのどの発言を拾って死やったの全然死んじゃなくない ?2 番さんのは全然シーンや3番さん今日って終わないのう、うん、?9 番さん黒3番さん黒1番さん強人 で、勝ちじゃないでしょうか。以上。あ、じゃあ3クロで見てんのか。5番のプレイヤーは発言してくださいいや、1番さんちゃんたらおかしいよね <laughs>。2番さん昨日までシンまで見たのに、どっから急に路線変更してで9番さんをシンで見たの ?9 番さんはさ、4で終わりって言ってんだから、9番さん自身は別に釣り飲めるよね。別に新要素感じなかったけどな。いや、昨日ね、で、まあ、自らレノ、釣れ、釣れるって 言ってしまったんだけど、例の釣る進行弱いね。普通にグレー詰めた方が良かったね初日からグレー詰めてる時点で。霊能は、狼オを追うのはの最終日で良かったね。いやー、2級釣れて進行を提案したのが弱かったなまあ、昨日2釣ってる時点でもう今日9釣りますけどね。いやー、わかんねえ、これ。 4番さんは6、5か6に狂人。私は狂人。6番さん狂人だったら、何出てこなかったんだろう。占いに。いしっくり来ねえんだよなどっちとも。1番さんも4番さんも。1番さんはマジでブレブレすぎ。しかも2番さんを式のシーンで見ておきながら、強烈に殴った意味がわかんないし。い霊能生査なんていらないんだよ。霊能吊る進行ないから。完全ブームなんだけどね。 いや、むずいな。わかんねえ。<laughs> いや、マジでわかんねえ、これ。<laughs> でもね、3で人外はね、どっちにしろ落ちてると思ってるから、6番さんのことはも完全に村人と、もう、決め込むよ、私は。もう6の今日ないと思う。今日だったら出ると思うし。いや、9ツって。<laughs> いや、わかんねえ。9、ま、ツ、あ、って4の反応見たよね、とりあえず。ってところかな。 6番のプレイヤーは見ていいじゃんって言っといて,ていなんで2行ったかって7番さんが9行こうって言ってたからなんだよね <laughs> 霊能低かけるぐらいだったら安定進行を取りたいなって思って昨日は2番さん入れちゃったんですよで4番さん目線一黒も追えるはずなのにどうしても9ローに追うんだねどういうことなんでしょう <laughs> <laughs> いや分い、わかんないよな。ちょっとわかんない。でも見えるはずなんだけどね。で、1番さんが自分のなんか,なんかみんな沼がどうこうとか言ってるけど、4番さん3番さんっていうのもお互い入れ合ってんだよ。最初の投票。で、34の決戦投票になってるからで、3番さんも3番さんで自分占えばいいでしょって言ってたでしょ。 てなったらうんと4番さんはあの場面で釣られて3の色が黒って出たら濃厚な13ライン見られちゃうからあの場面で1が3を釣りをしたっていうことは相方なりえないっていう論はちょっと違うかなと思ったただ場面的には4番さんが言ってることもちょっとよくわかってない今日は気をつりますいやわかんねえこれどうしよう <laughs> いやわかんねえマジでマジでわかんねえ マジでわかんないんだかこれ。九番のプレイヤーが選ばれました。二四狼だったら三を黒出して。のプレイヤーは発言してください。二四狼やっぱり安定安定かまあしょうがないですちょっとまあシン取れんかった。 まああんまり取れてなかったちょっと難しいですねあんまりやったことないんで, 2>, でも2がオオカだったら3白出したら<ー>まあ4黒でしょうこれはどう考えても4いやだって一番三ねこのノリでですよ皆さんよく考えてくださいこれで24だった場合いやでも 2, で 2> やばいですよもうちょっとやばいと思います二4で4黒だったら終わ、うん、怖いもんだってこれで村人じゃなかったらいい、ね、怖くない いうゲームででだよ。13だよこれ。んこうん、2クロで3クロ出さないか。24クロだったら1か4にり方いったら、占まわれてそ,れこそこじゃ釣るってのはなる、まあ、私からな。おいちさんだなこれ。てください三か。 朝が来ました。昨夜死んだのは8番1番のプレイヤーは発言してください。まあ、さいちゃうねん、9番によう聞いて、俺が気に入らんのはな、この2番のな、俺の雑な黒塗りやねん。この2番っていうのはな、村のせいさ全くせんくせいな。 俺にほぼほぼ黒って言ってな相方一全く言わんねんこの盤面って俺って34やったら3つり殺せたやんか43ラインがないとか6番言ってるけど普通に24やからどっかどう考えても俺だって34なんか追ってないわな言ってる意味わかるうんだからうんだから223を黒ったら2強やと思うけどなうんで9番が真やと思ったのはうん俺2二9が生き残ってる時にそれ言ってほしかったんやけど 俺を決めうって四に言ってくれってそれ言って4が黒いっていうもはっきり言えてたところよねじゃあ番さ俺を狂人を消したり村を消したりしてるけど結局どう弁明すんの俺のラインって一球しかないけどうん頑張って繋げてねうんありがとうございます四番のプレイヤーは発言してくださいえ今一番さん出現したくない二、えー、が三に狂うってなんて2狂人なんじゃないってじゃあ黒どこよ一番さん視点。 いやか、もうそれが完璧破綻よね。で、言ってるくない何度も俺、なんか番を、1番さんがそうやって言うけど、俺も3番さんしょっぱから叩いてて、1番さん知るわけでしょ。で、8番さんわからない。まあそれはごめんなさいけど、その説明もしたし、で、7番さん売らないし、で、9番さん霊能し、2番さん霊能しでしょ。この時点で3番さんと4番さんのラインってないんよ。3番さんぶったたいて、3番さん投票やろう。 で、一番,番さんの今の出現。やから、俺はずっと言ってるよ。六番さんにも叩かれたけど、一周目。八番さんの白起き理由がないやんっていう。じゃあ白起きなんでせえへんのっていうところもそうやし、五番さんになぐらいやこの七番さんの白起き説明がようわからんって。そこは視点の違いやと思ってるし。やから、俺の叩かれる要素ってどこなんて、も自分でも聞きたいぐらいなんよね。九番さんっていうのが合わへんって。でも結果としてそうや。二番さん死んなんやろ、みんな。で、三番さん来るなんやろ。 俺、視点9番さんか1番さんしかおらん。で、6番さんに叩かれたのは確かにそう。1番さん黒沖なんでせえへんのって。でも、俺は1番さんを城で見せてから9番さんとも言ったし、ちゃんと説明したくない。なんでって言われても、説明してるからなんでとも言われへんし。で、結果的に2番さんン、9番さん今日3番さん黒1番さん黒やっただけなよね。うん。で、1番さん今の出現でしょ。何が黒要素なんかも、俺はもう分からへんのだね。やから、その説明もしようし。で、俺の間違えたら間違って聞きてほしい。ごめんなさいと謝ります。 <laughs> 今全部言った以上です5番のプレイヤーは発言してください, 1> いや1番さんのクルーズをもっと上げてほしかったけどねじゃもう一回聞きません、ね、6番さん2番さんがさお2四狼で2番さんが3番さんに黒出してさでもう大体グレーズルに流れるでしょで7番さんが4番さん占ってさ4番黒出ったらさ2番さん破綻するよね 素直に考えるか。人気はやっぱ、心境じゃないい一番さんが三番、二番さんのことは今日っていう日人って言ったのは、一三の二狼。いや、わかんねえ。わかんねえけど、二番さんが二四はないかなって思い始めたな。三四もあるのかいや、もう一回話聞きたいな。 お,お互いさ、自分の話はどうでもいいからさ、とか死んだ人の話はどうでもいいから、相手の話をしてほしいんですよね。<laughs> 一番さんは、まあ、い,いや、四番さんクルーサーげてほしいね。六番さん投票放棄しない六の今日はないと思ってるから、 6番さん投票放棄しましょう。で、一4、お互い投票で。の方が、ずれなくていいよね。私を強人で疑わなきゃいけないでしょ、6番さん目線は。私強人だったらどっちが狼かわかんないから。いいよね、それ。投票は放棄する、今日は。うーんー、どっちもどっちだなー <laughs> どっちも黒いんないや、2つった進行はよかったなやっぱな投票放棄します投票放棄します6番のプレイヤーは発言しすあの進行で今見えたところ5番さんの興味がないって考えた時に確実に霊能は信教になると思ってるこの盤面 PP がないんであればってなったら9が2に黒を打ってるのもおかしいし1が2に強を打っているのももちろんおかしい ってななたら2進9強じゃないのだから霊能に白が絶対いると思うんだよ5番さんが強じゃないことが透けてるんだったらだったら2番3でか2級で黒が出るわけないじゃんそしたら違うかな狼が霊能でしょっぱな出るで強靭潜伏じゃあ今日一どこ ?3 番さんどうでしょうね難しいなごめん一応投票放棄はしますけど ワンうん、割とね、一番さんが、まあ、2の2戦目を上げなきゃいけなかったのは、デザイト2ンで3クロ結果が出てしまっていたから、そこでまず2の2戦を追わなきゃいけなかったのかなとは思ってる。投票を始めてください。いや、むずい、マジで。3 <laughs> オオカミで追っていいのかなうん。 どっちにしても LINE ないんだよな1番のプレイヤーは発言してくださいあのな56にはよく考えてな4の黒要素ってずっと俺のことムラオケしてんのに途中から強人を消して最後人狼を消してるやろう結局この人なんか ローのくせに立ち回り分かってないね。俺を信用期きしてな、俺も結局9投票なっとるやんか。俺91で4行くって言ってんのに。それ俺4に騙されてるわけやんか。4番ってな、えっ、ー、と、1を村置きしてずっと水を取ってで、最終的にこの人裏切っとんねん。じゃあな、1、4はさ、31で追ってんやろ。じゃあなんで3、4の決戦投票の時にさ、4に入れんかったんっていう話やん。でな、2がな、3に黒打ってんのっておかしいね、この場面。なんでかって4がローやからやんか。うん、43なんか追えへんやろ。みんなも追えへんやん。 だから2が3に黒ろうってるから2は二千やんか2強やんかこの例のせいさ何がおかしいのかもわからんし今日私の,のずっとなんか俺を村をきしとって最後の人塗ってきて,て,て人狼塗ってきたところがもう最高のクロム213ラインなんかあるわけないやん利き行為やから4番のプレイヤーは発言してくださいえー、だから強気なんだから9番さんを死んでみる1番さんがおかしいから強気しただけなんやってわかる 2番さんと9番さんの精査で2番さんのが絶対真やんか、発言からして。9番さんの発言、どこが真に見れたん絶対4やろ。で、最後につい発言。えー、でもこれ逆のこんなに切れてる1黒あるんかなみたいな。いや、その9番さんのどこに真に見れるのって話やん。で、があるとしたら2、4なんやろで、2が真やん。絶対4ないやん。1番さんの黒よさと。3、4かこれ。 一番さんも結局な、俺が白焼けしてるからって言ってるけど、一番さん、五番さん見てたのに、ね、途中まで二番さんのシーン見てたやんや。で、次の日やって急に二番さんのシーン切り出したんやって、一番さん。これが一番の三、一の、あれやって、黒要素なんやって。で、二番さんシーンやんか。で、人要ないやん。で、三四。三四やって絶対ないやん。言ったやんその説明も。うん。一番さえって言うけど、三番さん,んて言うかな、三番さん連れて四番さん連れてたら最高のライン切りやん、それが。これこそが。でしょ うん、それは黒要素やってある意味だから白置きしてたのも申し訳ないし俺の視点が間違ってただけやってでも結果がそうなんやって何を言われようと結果がそうやからそれだけしかないんやって黒要素もあげたしうん裏切りとか言われても俺は知らん村やから、うん、一番さんが暗やったってだけ以上です投票を始めてください よ4番のプレイヤーが選ばれました,たゲーム終了3秒か やべえ。な、誰に切れてんだ <laughs> 誰が切れてんだ <laughs> 俺がナ,ナを叩く意味わろた <laughs> 叩くなよ、じゃあ。<laughs> 叩くなよ。それで疑われてんだったら叩くなよ。 グッドゲイチーチーお疲れ様でした。普通にグレー詰めて勝ってたのかな。2つっ,ったのがよかったな。余計なこと言わなかったらよかった。